軍艦島に行ってきました。朝から何も食べておりません。飲み物は船の中で売ってたんで助かりました。お昼ご飯暫定的にこちら。お金ない人はみんなこれ食べるんじゃないですか。私高校生の時これ大好物でしたよ。こう大きくて甘くて美味しくてお腹いっぱいになると、これだけあればとりあえずお昼ご飯はしのげますが、今日はですねまだあと3000円ほど使うことができます。軍艦島クルーズに4000円もかかりました。そしてまた、本日宿泊をするのに、3300円ぐらいかかるんですが、まだほんのちょっとだけ使えるわけですけども、節約をしながら長崎の観光を皆さんにご覧に入れようと思います。この長崎という町は、まず江戸時代の貿易の中心地として栄えた港町であり、また、明治時代になってからは、トーマス・グラバーの資本も入り、栄えていった、三菱重工業の、三菱の町としてですね、あそこにこうあるこう今も船作ってますね、三菱重工九州のですね、その後明治時代の、序盤から、まあ、中頃にかけて九州一の大都会として栄えた都の町であり、夜景の綺麗な町であり、そしてまた原爆を落とされた日本に2つある町のうちの1つ被爆都市平和の町でもあるということで、さまざまな魅力があります。いやまだ忘れてたわ。もうね、長崎の魅力は多すぎるんですけども、ですね、外国から入ってきたキリスト教文化が、この町に隠れながら根付き、キリスト教会が今ではこの崖に沿ってですね至る所にあるというキリスト教の町でもあります。清国とも貿易をいたしておりましたので、長崎にはね中華街というのがありまして、そこで中華料理なども美味しく食べられるちゃんぽんが名物。さてこちらにあるのは長崎ちゃんぽん発祥の店、立派な中華料理屋四海楼だったかな、火星楼が中華街にあるやつです。どっちかどっちか分からないでしたな。天使だのドラゴンだのの彫刻まであって大変立派な作り。私も今回ちゃんぽんは食べようと思っていますが、もっと安いところで食べようかな。長崎は世界遺産が2つだか3つだかあるんですよね。これ祝世界文化遺産登録、全日空ホテルの玄関に隠れキリシタン関連遺産の登録決定のお祝いも出ています。確かにね、隠れキリシタンのやつはねいいと思うんだ。世界遺産にしても世界的に珍しいですもん、そんなの。坂の町として知られる長崎、このグラバー園周辺に続く坂は特に観光地化されていて、京都清水寺の参道みたいな感じですよね。この大浦天主堂は本当に古い建物です。建てられたのは江戸時代の終わり、幕府が開国をしまして、日本人はキリスト教を信じてはいけないのだけれども、しかし外国人は別に関係ありませんから、そういう人たちが建てたもの。つまりこの教会の神父さんももちろん日本人ではなく外国人です。どこの国の人だったか忘れちゃいましたが、ただ当時やっぱり日本人はまだキリスト教を信じてはいけないという時代でした。明治時代の初めまでそうだったのです。で、まあ、でもどっかには日本人実際には信じてる人いるんじゃないかな、ダメってことで誰も、ね、キリスト教信者はいないことになってるけどと思ってですね、神父さんが、ここで活動していたらば、なんと日本人がここで来て、実は私隠れキリシタンなんですけど告白をしてですね、おなんと隠れキリシタンがいたか。結構長崎にはそういう人たちがいました。江戸時代中ずっと静かに、隠れていたけれども信仰は続けていた。おなんとこんだけ禁止をされていても信じている人がいて、なんと心身深いことか。これはローマンカトリック 教派っていうのかな、それにおいて非常に大きな喜びだったようです。ちなみに見学料がかかるので私は入りませんけども、この建物も国宝にして、長崎の隠れキリシタン世界遺産の中の一つに登録をされていることは言うまでもありません。この辺の山手と呼ばれる地区が外国人の居留地だったんですよね。だからこんな風にそれを意識して西洋風の建物、オレンジ色の石畳などが並んでいるわけです。現在の大浦天主堂はもう観光地化しておりまして、そのお隣にこちらカトリック大浦教会を作り、もともと大浦天主堂で行われていた行事はここで引き継がれているようです。これも立派な建物ですけどね、こっちは観光客来てませんが、この先はグラバー園、トーマス・グラバーという人は有名ですが、開国後の長崎いち早く商売を始めた人です。その後は先ほどご紹介した高島炭鉱の経営に着手し、最終的には三菱に買収された後、三菱の相談役に就任しました。現在の三菱の層を作った人物の一人と言えます。でかつてグラバーさんが住んでいたその土地に長崎の古い建物をいろいろ集め移築した
その場所がグラバー園、景色もいいのですが600円かかりますので、いけないなと思ってるとですね、ここになんかそうグラバー園に並んでるらしき建物がここにまたあるんですね。だいたいこういう建物がいっぱいあるんですが、これはこのようにタダで見られるんですよ。そしてこれが長崎にある木造の洋館で最も古い建物らしいですが、これタダで見られるなら、まあ、あんまグラバー行かなくてもいいかなっていうような気がしてくるんですけどね。600円の節約になります。もともとはアメリカの領事館として1860年に建てられたものだそうです。でその丘の上がグラバー園なんですけど、グラバー園からは長崎の港の景色が非常に綺麗なんですが、まあ、この裏の道に来れば普通に見ることができます。目の前に広がっているこちらは三菱重工業の本工場長崎造船所。ここが三菱重工業の発祥の地であるとも言えます。でも自衛隊の船を何か直しているのかな、あれは作ってる途中って感じではないけどどうなんでしょうか。ドックには何も入っていませんが、ここで新しく船を建造することもできるわけです。でまたここには世界遺産が2つほどありまして、残念ながら今あの豪華客船のカリビアンなんとかとかに来てますんで、あの裏側が隠れちゃってるんですけども、この真裏ぐらいにですね、大きな大きな、クレーン75メートルのものがあり、それは1909年に建てられた、スコットランドから輸入したもので非常に価値のあるものなんだそうです。動くのはもう本当に珍しいらしい。これラグビースコットランド代表が長崎でキャンプやるそうですが、それの関係かどうかは分かりません。ああ分かった、グラバーがね、あのスコットランド出身の人なんだそうです。それつながりでしょうね多分。ところでさっきから古い建物の紹介をしてますが、原爆は大丈夫だったのかというのが当然疑問になるわけですけど、まあ、それが全く無傷とはいかないけど、まあまあ大丈夫だったそうです。こんな感じで長崎市内の中心部主要な観光地の古い建物は大体残っています。あれもそうですね。これはまず長崎に落とされた原爆が威力は広島のものよりも強かったものの、しかしこの町がさっきも見ていただいて分かりますように天然の坂の町ということで、その地形から爆風それから熱線をうまく避けることができたということです。 JR の長崎駅がここ、長崎県庁や出島がここ、今のグラバー園大浦天主堂がこの辺にあって、この辺りが長崎の中心地なんですが、原爆はというと、まあ、駅で言えば一つお隣の浦上地区に落ちました。このぐらい、もともとは中心部に落とすはずだったらしいのですが、まあ、落とすときにうまくいかなかったのか、これで見る限り 3,4 キロほどそれまして、あの空の上から、ね、ここまであの落とすのに何分かかかるもんですから、相当の距離があるからずれるのもまあ当然なんだろうと思いますけれど、そして、割と、まあ、周りに、建物がここほどは多くないようなところに落ちたようです。ちなみにこの辺りは出島などもあって、もともとは海だったところでして、そこにお魚も泳いでいるし、をちょうど今見つけたんですけど、こんな風にね、車がバンバン通る道路沿いに普通にカニが来ております。道の上歩いたら踏まれちゃうからね、気をつけてくださいね。まあここもそうなんですけど、特にその水面の方などもうですね、どれだ、いるかな、これか、カニ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 だらけです。そしてまたこの道は日本における鉄道発祥の地の一つともされています。確か本当に蒸気機関車が走ったのはここが一番早いんじゃないですかね。ここに書いてある鉄道発祥の地という意味は、ちょっとこれ地図が写真が書いてありますけど、そしてまたここは日本にもいくつかありますが鉄道発祥の地と呼ばれる場所の一つになっています。これですね、あの蒸気機関車の絵が書いてありますが、江戸時代の終わりにトーマス・グラバーがここで、まあ見せ物として蒸気機関車を、レールちょっと引いて走らせたということをしまして、ほうほうこんなものがあるのか、まあ、所詮はエキシビションでしたが、それが初めて日本で普通鉄道が走行した実績とされています。中華街に着きましたけどね、あいつこの暑いのに大丈夫かな、涼しい顔してる、日向ぼっこが余裕ですね。ここが長崎新地中華街です。もともと長崎はオランダと新中国との間の貿易の港として江戸時代は繁栄をしていたわけですが、その後もね、長崎はもともと新中国それからオランダとの貿易の港として江戸時代を通して栄えたわけですが、その中国人居留者たちが集まって、これは開国をした後だそうですけどね、そして新地中華街というものを形成したわけです。長崎の人口のなんか結構多くの割合が中国人だったらしいですが、名物の長崎ちゃんぽんは一応ね日本で生まれた料理ということになっているようです。ここでの長崎ちゃんぽんの価格はだいたい700、800円ぐらいですが、探せば600円台で食べられるところあると思うんだよな、っていうか前食べたことあるんですけど、ダメだ、あのね一番安くても、770円でした。ちょっと場所を変えます。中華街の前のところに、ね、出島ありますんで、先に出島行こう、そしてその近くに500円でちゃんぽんを食べられるところがあります。
はい、でこれが出島なんですが、この出島のですねすぐ反対側にこの間私も訪れました対馬、かつての対馬藩のお屋敷がありました。対馬は独自に幕府から許されて朝鮮との貿易を行っていたわけですが、こちらでもまた清とそれからオランダとのね国策としての貿易をやっていたわけでして、まあそれぞれあの日本の外国と交易していたのは主にこの3つなわけですが、それぞれで連携を取れる必要があるようにと近い立地なんでしょうね。ここが出島です。全然島には見えないですが、後ろにいろいろ埋め立てられて建物が増えたからそうなっているだけで、もともとはここが海との境界線だったわけです。まあ、正確には島ですからね、あのこっち側が一応本土ということになるわけですけども、あの出島以外では基本的に貿易はされませんでした。で、まあ、その鎖国政策を何でやったのかということなんですが、鎖国やる理由はね、キリスト教が嫌だったからだそうです。あのキリスト教ってのは結構厄介な宗教でして、あの幕府にとってね、別に今のどうでもいいんですけど、あの幕府は、当時の倫理観としてですね、あの孔子の儒教、上の人から言われたことにははいはいと従いなさい、年上の方のおっしゃることをよく聞くのです。いや、まあそういう感じのやつですから、まあ、今のね日本のあのこう年功序列的なところにまだその感覚は残ってるようですけども、ともかくそういう価値観でないと、あのお侍さんに税を納めて幕府の言うことはよく聞いてみたいな、そういう、幕府の支配体制を通しがたいわけです。だから、それに対して、そういうなんか権力者の言うことじゃなくて、神の言うことをちゃんと聞き、それを身に反映させるのですみたいな、まあ、なんかそういう教えのキリスト教はめちゃくちゃ都合が悪いんで、それで禁止したと。禁止してたんですけど最初から、まあ、ところがあの徳川家光の時代になってですね、あのちょうどこの辺であの島原の乱、天草一揆で起きましてですね、それであのもうなんか隠れキリシタンたちがあの一斉にあの反乱を起こして、あのもう大戦争ですから、それを鎮圧するのにめちゃくちゃお金がかかったと。こんなことばっかやられちゃたまらん、今後も増えるのか、そこで幕府も考えまして、じゃあキリスト教を伝えそうな国についてはもうあの貿易なんかやめちゃい、ちょっとあのスペイン、ポルトガル帰ってください。でそういうわけで徹底して、ここで、一元管理ということになったのでした。だからオランダに関しては、あの私たち本当キリスト教とかマジどうでもいいんで、あのもう貿易だけしてくればいいんですよみたいなことを言いまくって、それで幕府に認めてもらったらしいですね。で清もあのキリスト教とか関係ありませんから、あの鎖国っていうのはそれのせいであの浮き目にあった方は非常に多いとは思うんですが、まあ、一方でね、あの個人的には今の特に日本の観光において、あ、良かったんじゃないかなって思うこともあるんですけど、あの江戸時代に文化が完全に閉鎖されましたんで、まあ、ほとんど外国のものは入ってこないと、そういう閉ざされた中で日本独自のものを生み出すのにね、多分適した環境になったんじゃないかなと思います。あの浮世絵とかね、人形浄瑠璃とか、まあ、歌舞伎も大体そうなのかな。それからまあ他にも多分こう江戸時代特有のものっていろいろあると思うんですけど、まあ、あのこういうお城とかもね、まあ、あのお城は、違うかもしれないが、まあ、西洋式のものにとって変わらなかったという点ではそうですし、それが今の、ジャパンの特有の文化になっている考えるとね、なんか面白いかなという感じがします。日本人の気質とかもそこである程度こう固まられたところもあったんじゃないですかね。ちなみにこれからですね長崎県庁に行こうと思ったんですけど、なんかなくなってるんですよ。まあ、長崎県庁が廃止されることはないんで、あるとは思うんですけど、私長崎県庁ってずっと出島の目の前にあって、ああそれ立派だなと思って見てたんですが、完全に解体されてると。まあ、新しい県庁に多分これからあの県庁の中にあの食事するところがあって、そこ安く食べられるんで行こうと思うんですけど、あそうか、ちょっとねあびっくりです。あこれが県庁か。あなんかこっちが本庁舎みたいでしたけど、三菱の工場がよく見えます。さっきお伝えしました一番手前にあるこの真ん中のクレーンね、これが1909年製、世界でもまともに動くのはもうこれぐらいしか残っていないという75メートルのクレーンです。しかしいいですね、この県庁は長崎らしい景色を周りにぐるっと見晴らすことができます。この崖の上の方まで建物が並んでいる大きな町、坂の町、港町、そして造船の町、長崎の雰囲気がとてもよく伝わっているいいシーンだな、これは我ながら思いますよ。そうですね。
さて、じゃあ長崎駅に戻ってきましたが、もう荷物が重く疲れたのと、ちょっと動画の準備などしなければならないなどということもあり、夕方遅くなるまで少し休みたいと思います。もう4時からチェックアウトできる、長崎カトリックセンター裏上にあるんですけども、そこまでは路面電車での移動。古い車両も多く走る路面電車はかなり味がありますが、まあ、一方でいつも混んでましてね。あ、この赤坂行きはそんなに混んでなかったな。あんまり好きじゃなくて、私は歩く方がいいんですよね。1回乗るのに200円とそんなに安いわけでもありませんし、まあ歩いてそのまんま景色見てりゃそれが観光になるかなと毎度自分を納得させています。でもね、裏上まで行くにはちょっと距離があるから、これは乗った方がいい。勘違いしてた、200円だと思ったら130円でしたけど、もっと早く気づいておけばよかったよ。平和公園という名前の通り、この階段を上がればすぐ平和公園ですが、まあ、これは後で訪れることにして、まずは裏上の天主堂に向かいます。左手が平和公園で、右手こちらは爆心地の公園です。で、こうやって歩いてると見えてくるんですよね。この道からね、行くとすごいなと思いますんで、あの平和公園を通っていくのもね、道的には面白いんですが、こっちの方が見応えがあると思います。こちらが裏上天主堂です。江戸時代キリスト教が厳禁だという説明をさっきしましたが、それは明治時代になってからも同じでした。明治政府もやっぱり禁止を貫いていたんですね。そして、それがですね、勇気を持って、あのさっき大浦天主堂のところでね、だけども私実はキリスト教徒なんですと、その神父さんに告白をした人がいて、それからおー嬉しいと神父さんも喜んだわけですが、残念ながらその後ですね、そういった人たちの存在がどんどん明るみになってしまい、片っ端から罰せられてしまいました。で、その後、その影響で信徒がかなり減ったようですが、明治政府も方針を改めてキリスト教をやっぱり認めることにしました。その時に建てられたのがこの大浦教会です。しかし先ほどお話ししたように、爆心地から非常に近かったので、もう跡形もなく、その爆風、熱風で壊れてしまいました。現在の裏上天主堂はその後からまた建て直したものです。で、今日宿泊するのはこの教会のすぐお隣にあるというか、教会の関連施設、長崎カトリックセンターです。宿泊施設なわけですが、カトリックの関係者の方もお泊まりになるような場所、そこに今日はお邪魔させていただく、まあ、そういった格好になります。キリスト教の信者でなくても割と安く泊まらせていただけまして、今日は1泊3000円、信者であると500円ほど割引になるようです。普通にね、あのジャランネットのサイトであの予約できますんでね。入り口の門のところにですね、2代前のローマ教皇、ローマ法王ヨハネ・パウロ2世のこれは銅像かな、このように立っています。これはもちろん当時のキリスト教会において、カトリックにおいて最も権威のある人なわけですが、なんとこの方がですね、この、まあ、ユースホステルですけれども、ここにお泊まりになったことがあります。日本に1回だけローマ教皇が来たことがあるんですが、その時長崎にもおいでになって、そしてここでミサ、礼拝ですね、その儀式を取り行い、そして今のところに泊まったそうです。はい、であのチェックインをしましたけども、こちらをご覧ください。めちゃくちゃいいですね。これもすごいし、それからこちらもね、こんないい部屋に、これで3300円一泊、まあ、素泊まりと思ったら朝ごはんもですね、簡単なパンを用意していただいているそうです。そしてこれウェルカムアイスまでいただいてしまいました。まあ、これカレーが薄いそうなんで非常に気をつけて、話すべきということですね。あの、まあ、普通のしゃべり声ぐらいだったら大丈夫ということなんですが、まあ、かなり静かにした方がいいのかなと思います。お、鳴りやんじゃった。今ね、18時の鐘が鳴ったんですよ。これはプレミア公開の鐘でもありますが、まあそれはあの長崎の裏上の順にしか聞こえないと思いますけどね。お、やってるやってる。いいですね。よく見たらこのベランダが大人と繋がってるんだな。これ多分掛け算ってのはそういうことなんですね。こことここでもともとがなんか一つの部屋だったのを二つに分けたんだ。だから多分、まあ全然構わないですけど、それは。てかもっと広い部屋だったのか、これでも十分広い。
ちょっと汚くて申し訳ないですが。違う、分かった。この長崎にはすごい教会がいっぱいあるから、だから何回も何回もさっきから鐘が聞こえる。ずっと浦上天主堂が何回も鳴らしてるんだと思ったんですけど、ちょっと閉めよう。そうじゃないんだな。今の鐘が一番回数も多く大きく聞こえましたからね。へえ。ここに泊まるということは、なんか長崎という街を肌で感じることを直結するような気がいたします。はい、そしてすっかり夜になりました。向こうに見えております稲佐山、あそこにロープウェイで登って見下ろせば日本三大夜景の中の一つ、長崎の夜景が楽しめるというわけですが、ちょっとお金がかかるので私は今回はやめておこうと思います。素晴らしいんでしょうけどね。しかしこれもまた素晴らしいものです。浦上天主堂、夜になるとライトアップがなされます。ただ明るいうちに一度来るべきでした。まあまた明日の朝明るくなりますから、その時にもう一度ご覧に入れれば良いものと思いますが、こちらご覧ください。ものすごくボロボロになったり頭がなくなったりしてしまった像。これはちょっとごめんなさい、私ねキリスト教って本当に分かんないんですけど、マリア様の像でいいのかな、あそこのやつは、まあ、違うかもしれませんが、これはですね、すべて、原爆によって、傷ついたこの浦上天主堂にあった像です。立てたらいきなりカマキリが飛んできて私の足に止まったんですけど、ちっちゃい時はねカマキリなんてこっちから捕まえに行くもんで、見つけたらもうみんなに自慢しまくったもんですが、ついに向こうから来るようになったか、こっちへ。今回の旅では虫との触れ合いが非常に多くなっています。ちょっと怖いな。夜にやってきたのは初めてですが非常に美しいです。その代わり昼間に見ることのできる原爆の遺構については少々見ることが難しくなっています。だから可能なら昼も夜も来るべきです。でも2回もこの辺りまで来るのは大変ですが、宿泊の場所をあそこのカトリックセンターなどにしてしまえばこんなことは簡単です。しかもあのカトリックセンターに泊まるメリットはもう一つあり、この浦上天主堂が朝にも訪れるべき場所に変わるのです。あそこのカトリックセンターに泊まった人だけ朝の5時50分にロビーに集合すると、ミサに参加させてもらえるということになっています。あの動画についてはね撮影はできませんよ。あのこの中自体もあの撮影は禁止だし、まあ見るべき場所ですけどね、でもあの撮影はまあしませんが、あの私もねキリスト教についてあまりよく分かっておりませんので、これはまたとない機会、勉強させてもらおうと思いますので、明日は早起きをしてミサに、出席をしてからですね、そのどのようなことをしているのか学んで、それから明日の旅を始めたいと考えております。なお私もちょっと勉強しただけですが、ミサというのはローマカトリックで使う言葉だそうで、プロテスタントなどではミサという言い方はしないのだそうです。あの多分台湾人に対して中国出身ですかって聞くようなもので、あまり好ましい言葉遣いではないと思いますので、その点は間違えないようにしないといけません。当然ながらすぐ目の前に泊まっているカトリックセンターが見えるんですが、実は今年史上2度目のローマ教皇の来日が予定されています。11月のことです。私もね今年去年か夏休みにヨーロッパに行きまして、ローマでローマ教皇パパフランチェスコのポストカードを買って帰ってきたんですが、今年そのフランチェスコさんがおいでになるそうです。東京で天皇陛下との会談、広島長崎の訪問、被爆地として、そしてまた長崎はおそらくは隠れキリシタンや、単純にキリスト教の町としての訪問がいろいろあると思われ、おそらくですが平和ということを考えれば原爆と非常にゆかりの深いこの、浦上天主堂にもおいでになるはずです。でそうするともしかしたらですね、また今年このカトリックセンターがローマ教皇お召しの宿泊所になるのではないかなと思われます。ちなみによく見てみると私の泊まってるのは5階、4階とかなんですけども5階かな、こことかねこういう風にこうピシッと閉められてるところがあって、ここは司祭さんが、お過ごしになられているところなんだそうです。だからあの普通の人は立ち入らないでくださいって、この中にもねあの張り紙がいっぱいしてあるんですけども、そういう多分ちょっとこういい作りのところをお使いになるのかな。ローマ教皇はどういうところに泊まるのか気になりますが、まあ、多分私の泊まっているような部屋ではないと思います。あのテレビつけると音がうるさいですからとか言われながらってことはないと思うんでね。の原爆で崩壊した浦上天主堂は確かにちゃんと再建され、今このように立派にやっています。しかしこの再建までには随分時間がかかりました。ここに解説があるんですが、14年かかったそうです。
ちなみに、昭和21年戦後の苦難の中にあって生き残った信徒たちの手で木造の仮聖堂が建設されというふうに書いてあるので、ここにですね、一応仮の浦上天主堂自体はずっと存在したんですが、なぜそんな再建が時間かかったか、それは広島の原爆ドームとは対照的に、ここにあったもともと廃墟として、ですね、もうなってしまったもともとの浦上天主堂、その崩壊したものについて保存するかしないかという、議論が起こっていたからです。これをまず壊れてしまった元の浦上天主堂を直す、もしくは新しくするその費用をどうするかという点についてどこからお金を捻出するのか、長崎市長が確かアメリカに出張に行ってですね、その時にアメリカから言われたのは、この崩壊した浦上天主堂、それを遺産として残さないのであれば、保存しないのであれば、もうこれの修復費用を出してもいいというふうにアメリカから言われたそうです。アメリカとしては要するに自分の国のやったことをそんな風に、ずっと後世に対して訴えられ続けていったら、まあ、あまり国の印象が悪くなるから、だから消してほしいと、まあ、要はそういうことですよね。でそれに対して、長崎市長は当時、OK ということを考えたんだそうです。でまた、当の浦上天主堂教会側はどう思ったのかというと、この土地はですね、さっきもお話ししましたけれど、明治時代に、迫害を受けた信徒たちが戻ってきて、そしてここの土地を手に入れた、ここは本当に、価値のあるというか、その、まあ、思い入れのあるそういう場所なんですね。だからここに、古いその廃墟を残しておいて、そして新しい場所に、長崎市などが用意した、その土地を提供するので、そこにまた建てていいですよみたいな提示は受けたんですけど、いやここにまたもう一度建て直したいのですというふうに、天主堂側も言って、結果的に、浦上天主堂もここにもう一度これを建てたいという強い希望があり、長崎市としても、アメリカのお金で、ここにこれを、復活させたいという意向があることから、結局これは解体ということになって、ごくわずかに、原爆の破片が向こうの方に保存されているのみです。原爆ドームなどを金儲けの対象としてだけ考えるのもどうかとは思いますが、しかし原爆ドームの存在が今の広島市に観光客を呼び込む、まあ、一つの言ってしまえば魅力となっていることは確かです。この浦上天主堂ももし壊れたままそのまま残っていれば、きっと長崎のシンボルたる存在になってお客さんを多く呼び込んでいたであろうことは少なくとも間違いありません。そのお客さんを多く呼び込んでいたとしても、それでもここに新しく天主堂を建てたい、もしくはそれでも、アメリカの、気持ちに配慮したい、まあ、何かそういう考えがあったのであれば、別ですけれど、もしかしたらこれは建て替えない方が良かったのではないかということが言われることもあるのだそうです。次に平和公園に移動しまして、今日は終わりにしようと思ったんですけども、なんとご覧のように雨がついに降り始めてしまいました。前に長野で行ったと思いますが、雨が降っていて、うわすごい雨になったぞ。ちょっとこれでは早いです。今ね、20メートル30メートルぐらい向こうから強い雨がこっちに近づいてきているのが見えたんですよ。だから私はその強い雨には打たれずに、うわ雨が近づいてきたと思って急いでこの下に隠れたんで、まあ大丈夫だったんですが、もうちょっとなんだけどな。ちょっと平和公園は明日にするしかなさそうですね。まあこれほど強い雨であれば少し待っていれば止むはずです。強い雨が上から降ってくると下降気流ができましてね、下降気流は大体天気を良くする作用があるらしいので、まあ一応大学で勉強したんで理屈も分かってるつもりですが、雨宿りの間スーパーで買ってきた大福を食べようと思います。まあ、本当はですね、夜の8時台、もう今8時20分ぐらいなんですが、まあ、その時間だったらお惣菜はなんかいいのが残ってるだろうと思って半額お惣菜を目当てに行ったわけですけど、なんかごぼうのね、甘く煮た、甘酸っぱく煮たやつしかなかったんで、いやもう無理だわと思って、探し回って大福にしたのでした。でなんかスーパーではね、これまんじゅうという商品名で値札つけて売ってましたが、これまんじゅうじゃなくてね、餅ですからね、お餅なんで大福って言うんだよ、こういうのは。明日の朝6時から取り行われる予定のミサの出席以外、長崎でやることについては全て終わらせたつもりでしたが、宿題が残りました。平和公園、それからもう一箇所、ちょっとですね、行こうと思っていた場所があるんですが、本当は今日の話のオチにしようと思ったんですけど、雨止みそうだけど、まあやめとくかな、やめときます。ご視聴ありがとうございました。川が増水してるわ。雨はもう私の言った通りすっかり止みましたけどね。わー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 、また
下から水が溢れてる。まあ長崎の時は、長崎、金沢の時は噴水になってましたが、